デンハーグで使用されているアベニオ・アベニオはドイツの鉄道車両メーカーであるシーメンスが手掛ける超低床電車。この項目ではアベニオと同様の構造を持つコンビニのプラスについても記す。1996年にデュワグによって開発され、1999年にシーメンスの参加になって、以降はシーメンスによって販売が行われた超低床電車、コンビーノは 広島を含む世界各地の都市に向けて500編成以上が製造された。しかし、コンビーノが採用していた台車を持つ、単車体が台車を持たない、乗車体を挟む、フローティング構造は台車や車体の接続部に負担がかかりやすい、曲線走行時に遠心力で横方向へと力がかかり、脱線のリスクが高く車輪も摩耗しやすい、などの欠点を抱えていた。 さらに2000年代初頭には、強度不足による車体の損傷が報告され、リコールが行われるにまで至った。これを受け、2005年以降ハンガリー・ブダペストや、ポルトガル・アルマダに導入された車両は、左右独立車輪を用いすべての車体に台車を設置した構造に改められた他に、車体設計も見直され、ブランド名もコンビニのプラスに変更された。これを発展させた。 新たな超低床電車ブランドがアベニオである。軽量構造の車体は全長9メートルを基本としており、中央に左右独立式車輪が設置されている。設計上の最大軸重は100%低床電車では最も軽い10.5トンである。車体間は間接式のジョイントで接続されており、サスペクション機能を有した車輪と合わせ急カーブでも、 安定した走行を維持することができる。最大8車体まで編成を組むことが可能で、その際の定員は540人以上、設計上は最大700名まで積載可能である。なお、コンビーノと同様なフローティング構造を持ち、アベニオと同様に車体の安全性や強度を高めた、アベニオ M も2015年以降展開しており、最大7車体連接車まで編成を組むことができる。 設計になっている。また、標準機のみに対応しているアベニオと異なり、メーターゲージにも対応可能である。ブダペスト・ハンガリーの首都、ブダペストのブダペスト市電には、6車体連接、全長53.9メートルという長大編成のコンビニのプラスが運行している。2004年10月から開発が始まり、2006年7月1日から営業運転を開始。 2007年5月までに計4 0編成が導入されている。アルマダポルトガルのシトリスボンの南側、定ョ川を挟んだ位置にある都市、アルマダには2007年4月に営業運転を開始したライトレール路線である南定ョ高速輸送システムが存在する。この路線の営業開始にあたり、シーメンスは4車体連接式のコンビニのプラスの受注を獲得し、 2005年5月から計2 4編成を製造している。デンハーグオランダの首都であるデンハーグでハーグ市電を運営するハーグ市営交通会社はアベニオの導入を最初に決定した事業体である。スペインカフトの入札競争に勝利したことで2011年11月18日に受注を獲得し2014年から製造が開始された。ミュンヘンドイツの都市 ミュンヘンの路面電車を運営するミュンヘン市公共事業会社は2012年9月に路面電車の車両近代化のため4車体連接式のアベニオを導入することを発表した。そして同年10月に8編成を発注し2015年には追加受注も行っているドーハ2016年に開業したカタールの首都 ドーハの学園都市で運行されている全長 12km のライトレールには全長 27m 三車体連接式のアベニオが計19編成導入されている。この路線は河川が設置されておらず、車両は電停に設置された交代河川から充電した電気によって動く。ブレーメン級型車両の置き換えのため、ドイツブレーメンで路面電車を運営している。 ブレーメン路面電車会社は2017年に67編成2018年に10編成のアベニオを発注した。全長は37メートル、最大定員は259名で2019年以降に製造2021年の営業運転開始を予定している。コペンハーゲン2018年、シーメンスはデンマークコペンハーゲンに開通する。 新たなライトレール路線に向け27編成のアベニオを製造することを発表した。編成は4両、定員は263名で2024年の登場を予定している。なお、シーメンスは車両に加えて路線電化や信号、通信設備の建設、15年間の車両メンテナンスについても契約を結んでいる。ウルム新規路線開業に伴う、 需要増加に備えるため、ドイツの都市、ウルムに向けて2018年以降を車体連接式のアベニオ M の生産が行われている。なお、ウルムの路面電車路線では、アベニオ以前に展開されていたコンビーノも使用されている。ありがとうございます。